北京地下鉄8号線は、中華人民共和国北京市を走る北京地下鉄の地下鉄路線である。ラインカラーは緑色。8号線の路線図。8号線のホームドア上にある路線図。北京オリンピックに合わせて計画された路線の一つで、主新総駅栄海駅間のうち、北京オリンピックの主会場が集中する、地区内の森林公園難問、オリンピック公園。 オリンピックスポーツセンターの3駅と1 5号線の北道上駅の区間が五輪支線として2008年7月19日に部分開業した。なお、テロ対策のため、オリンピックパラリンピック終了までは1 5号線から直接乗り換えができず、選手や関係者、当日のチケットを持っている観客のみ、セキュリティゲート経由で無料で乗車できた。一般に開放されたのは、 同年9月20日からである。その後、2011年12月31日に、海流間東大外駅から、森林公園南門駅までの間が、延伸開通した。2013年12月28日に、主新僧駅から、海流間東大外駅までの小八連絡線と、古老大外駅から、南ら津道又駅までの間が、延伸開通した。 2021年に全線開通が予定されており、全通後は、北京の主要な観光スポットである、全門大街、ワンフーチン、南ら鈴道また、重節会が一本の路線で結ばれる。主新層駅及び特殊芸駅、英海駅が、地上駅、その他は、地下駅となっている。北京三条地、新東に下、小東寺北京地、年亭日下前通。 安徳佐北街駅通過道交通商兵与8号、固定法案広告北京港5年、最百高、李四条新古都市港アーカイブド2012年3月1日、アットザウェイバックマシン、北京地、百三636.8栗。ありがとうございます。